はい、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。いやー、もうエヴァは最高ですね。どうも皆様こんにちは。ということで、静かにしていただきましょう。はい失礼しました。いやー、エヴァンゲリオンはもうほんと最高なんですけども、さあ今回ね、はい、こちらですね、サポルトで買ったね、新しいね、エヴァンゲリオン仕様のトミカが届きましたね。今回ね、こちらちょっとね、見ていきたいと思います。サポルトのエヴァのトミカといえば、以前にね、エヴァンゲリオンのこの初号機の GR スープラですね、まあ、こちらがね、一つね、発売されてたんですけども、今回は確か Z ですね、 Z34 の初号機だと思います。で、今回のね、 Z34 はですね、ちょっと画像出しておきますが、おそらくまあまあ初号機だと思いますが、2号機と初号機ね、ちょっと一つずつ出てましてね、まあおそらくまあ今回届いたらこの初号機ですね。じゃあとりあえずまあもう見ていきましょうかね。ちょっとこれ片付けましょう。はいさあさあ、それではね、改めまして参りましょうか。今回はサポルトで購入しました。で、車両の価格は1,000円で、送料が880円ですね。ポスト投函の配送なんでね、ちょっと送料若干まあ高めじゃないかなと、なんとなく思っております。人件費とかいろいろあると思うんですけど、あっていうか、あ、トミカだけじゃないこれこれでなんか全てね、解決のような、はいそんな気もしますけどもね。よいしょ、発行は大丈夫かな。ちょっとね、先日恐竜号の件があったんで、あ、ちょっとなんかへこんでるようなないような、まあそんなにひどいとかではないかな。よしよし、まあまあまあいいとしましょう。で、なんかシールつけてくれてますね。はい、こんな感じの素敵なシールですね。まあおそらく非売品になるんでしょうかね。お、ご支援のお礼ですって。嬉しいですね。なんか前回こういうステッカーね、なかったんで、スープの時なかったんで、これは結構嬉しいですね。で、こちらが領収書関係かな。まあざっくりとこんな感じのお値段になってますね。1880円で購入です。で、まあ送料ね、高いから何台か買えたらいいんですけど、今回はお一人様1台ということで、1つね、購入です。まあ素敵なシールが本当入ってたんで、よしとしましょう。さあさあ、それではね、見ていきましょうか。まずね、パッケージのデザインですけども、スープラのやつに結構似てます。ちょっと出しましょうか。ね、スープラのここのデザインに、ほぼ同じような感じかな。非常によく似てるかなと思います。上がスープラで、下が今回の Z34 ですね。まあ背景とか若干この辺とか、まあこう薄くなってたり、今回のやつね、あるんですけども、まあ基本的なデザインは一緒ですね。エヴァレーシングのこのロゴとか、あとトミカのロゴの位置に、で、車両名の1ですね。で、蓋の部分ですが、はい、このような感じで、まあここのマークとかも同じですね。NERFのマークも一緒で、バーコードでしょ。で、上面、あ、この上の部分の、これライセンスのシールっていうかな、スープラはキラキラ光ってたやつですけど、今回のやつはこうもう直接のプリントになってますね。キラキラシールはどこにも貼られてないですね。で、背面は、はい、このようになっております。まあほんとデザイン的にはスープラのやつと同じような感じです。で、今回ね、エヴァレーシングのこの初号機 Z34 です。もう非常にかっこいいね、エヴァ仕様。もうエヴァ仕様ね、もう何でもかっこいいんで、何でも買っちゃいますね。はい。さあさあさあ、それでは、で、どんなトミカに仕上がってるのか、では見ていきましょう。この初号機も楽しみなんですけど、2号機も、ほんと楽しみにしております。さあさあ、それでは参りまーす。途中、おー。あ、結構紫が、こう、明るい感じですね、紫の色がね。こうデザインがなんかすごいな、これ。うわぁ、エヴァだ。さあさあ、それではですね、車体の方ね、見ていきたいと思います。まずね、はい、全体は、くるりとざっくりと、はい、このような感じになっておりまして、もうね、どっからどう見ても初号機仕様ですね。おー、めちゃめちゃかっこいいですね。で、フロントからね、細かくいきましょう。まずね、顔の部分こんな感じです。フロントのスポイラーの部分、こちらはね、まあ、鮮やかな、こう緑色ですね。で、ボディのこのデザインですけども、もちろんベースはね、もう初号機ということで、こう、紫になってます。で、縁取りされた、こう、緑色のこのような、こう、デザインになっておりまして、もう本当にね、初号機感はもうバッチリよ。めちゃめちゃかっこいい。で、ヘッドライトはシルバーの塗装で、先端ですね、真ん中の部分には、はい、このように絵文字書いてあります。ちょっと小さいんで、後で拡大して確認したいと思いますが、しっかりとね、プリントで入ってますね。で、ボンネットにも、はい、このようにね、まあ、チーム名とかがね、はい、このようにしっかりとプリントで入っておりまして、もうめっちゃいいですね。これなんかいろんなバージョン出てほしいですね、初号機のね。で、側面見てみると、はい、こんな感じ。もう、側面もね、もうエヴァ感もバリバリあるんですけど、非常にかっこいい。ゼッケン番号は A15 番で、この辺のロゴとかマークとかは本当にもうしっかりとね、側面も書かれてます。で、ホイールタイヤなんですが、こちらはあれですね、スタンダードタイプのデザインになってますね。黒の成形色で、はい、このような感じになっております。で、なんかさりげなくオレンジとかあるんですね。あんまりちょっと意識しないところだったんですけど、はい、このようにね、ちょっとこうオレンジ色のね、カラーも入ってます。で、後ろ、テールの部分ですが、はい、こんな感じになっております。
してテールレンズは赤の塗装仕上げで、こういったこう緑色のラインのねデザインが入ってます。でリアウィングですね、こちらは黒の成型色でベストパーツとなってますね。結構このウィングもかっこいいですね。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もデザインの関係バッチリとしっかり全部ねプリントで入ってて、で上から見てみると、はい、こんな感じのデザインになっていまして、で底の部分はと、はい、こんな感じです。でこちら、ベースになっているのがナンバー55番ですね。スケールは A57/1で2008年の日産フェアレディ Z です。でこちらの車両ですね、ギミックの方はサスペンション機能と、あと左右のドアのね開閉機能ですね。はい、こんな感じでしっかりとね両方ともね開けることができるような形になってます。で内装はね黒の成型色となってますね。はい、こんな感じでしっかりとね作り込みされてます。もう安定のフェアレディ Z ですね。素晴らしい練り気になっておりました。じゃあちょっとスープラも横に並べてみましょう。まあ、今回のもちょっと今ねソールドアウトなんですけども、このね GR スープラも含めちょっと2号機とかも全部売り切れなんで、またあの再販とかねぜひしてほしいですね。絶対ねもうめちゃ人気出ると思いますんで、てか人気出るというか人気出てるんで、はい。でちなみにこのスープラのねデザインもちょっとちらっとお見せしておきますが、はい、こんな感じになってて、もうこれもねもうめちゃめちゃかっこいいんですよね。あー、いいですね、いいですね。紫がね、今回の Z34 に関しては、あれなんですよ、ソリッドの紫なんですけど、このスープラはね、パールカラーですよね。パールの紫がベースになってるんで、なんか今回のやつとこう比べてみると、結構色味というか、もう違いますよね。雰囲気は全然違いますね。車体も違うんですけど、本当にデザインのこの方向性が同じ初号機でも全然違うような感じがしますね。なんかどっちかというと今回のやつの方がこうアニメっぽいというか、まあ初号機らしさはなんかこっちの方が出てるのかなと個人的には思います。今回の34の方が初号機っぽい感じはするのかなと、はい、そんな感じで思いました。でもどっちも本当めちゃめちゃかっこいいですね。さあ皆さんね、どちらのね初号機のね車両が好みでしょうか。もう本当どちらもねもう素晴らしいね出来のデザインのね車両になっておりますので、ぜひぜひ今後ねまたねなんかこう再販とかのね機会があれば、僕はちょっと予備とかも欲しかったりするんで、絶対ね売れると思いますんで、ぜひあの発売元の方なんかいろいろ大人の事情あるかもしれませんけど、またねこういったトミカね出してください。よろしくお願いいたします。はい、最後ねもうエヴァ大集合でせっかくなんでね行きましょう。いやもう本当にあのエヴァンゲリオンの特にまあ初号機、もう僕もあのうちの息子もねあの大好きで、いろいろとね初号機ラッピング系のやつこう集めたりしてるんですけど、今回はね素敵なね Z34 のねトミカ出てくれました。まあ、さっきも言った通り、もうぜひぜひまたね再販をね望みたいと思います。でもし気になった方はね、サポルトさんというところで、こちらでねまあこういったトミカがたまにあの発売されるんで、一応公式サイトのねリンクねあの概要欄に貼っておきますんで、もし気になる方いらっしゃいましたらぜひそちらね覗いて見てください。でこの後ろのこの2つに関してはまだ手に入れる方法とかもあったりもするんで、気になる方はぜひね探してみてください。まあ、ということで、はい、今回はこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコミュニティ評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の笑いの公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。